はい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございます。はい、皆さんね、えー、どんのブログさんですね、どんのブログさん。はい。えー、どんのブログさんからね、とっても興味深いね、えー、記事が出てました。なんと、我々がね、えー、結構いろいろ、あの、買っているね、はい、皆さん大好きなチョコレートでございます、チョコレート。はい。 このチョコレートの中にね、まあ入ってっちゃまずいものが入ってますよということで、えー、何が検出されたかというとね、鉛ですね、鉛、鉛とね、えー、カドちゃんですね、カドニウムですね、カドニウム。これなんか昔ありましたよね、日本でね、カドニウムね。 えー、確かね、はい、何かのね、矢のいまいの原因でしたよね。覚えていらっしゃいますでしょうかはい、カドニウムですね。はい、こちらの方がね、ちょっと成分に含まれていると検出されていますよというね、えー、まあ、チョコレートでございます。はい、えー、28銘柄、はい。 えが出ております。まあ、ほとんどね、えー、まあ、私は食べたことのないチョコばかりなんですけど、一種類だけ、はい。えー、ありました。あ、これはでもね、同じものではないですけどね。えー、産地によっても違うと思います。はい。えー、これは5のディバディバですね。5のディバディバ。はい。えー、もうねこ、これからもう5のディバディバは買えなくなりますね。 はい。まあ、そういうことでございます。はい。あとね、えー、まあ、あのー、カカオが、カカオ成分がこう多い。はい。いわゆる、あのー、高カカオのね。 はい、えぇ、ー、チョコレートがね、何種類か、私見たことあります。はい。えー、これ、あの、輸入食品店とかね、食材店とか、えー、まあ、沖縄ではね、リューボーっていう高級スーパーがあるんですけど、そこで見たことがあります。でも私、このメーカーのは、ちょっとね、食べたことはありません。私が好きなメーカーではないんで、はい。 えー、ちなみに私が好きなメーカーのチョコレートは含まれていませんでした。はい。ゾウさんですね。ゾウさんのマークのーコートドールというね、チョコレート。はい。ベルギーのなんですけど、メーカーがね。はい。えー、そこのチョコレートは好きでね。冬になると、えー、カルディで売ってるんで、えー、たまに買って食べます。非常に美味しいです。はい。良、えー、かったと思いました。はい。 ここ、あの、私の好きなメーカーのは、あ、ございませんでした。はい。えー、ということでですね、えー、いろんなチョコレートですね。はい、えー、あります。はい。えー、見たことのあるものも何種類かあります。はい。えー、なので、こちらの方をよく確認してからね、えー、チョコレートはお買い求めになった方がいいですよ。 はい。やっぱりね、今ね、体は守んないといけないんで、やっぱりちょっとでもね、体にあんまり害があるものですね。特にね、鉛とかね、カドニウムなんていうものはね、ちょっとね、はい。ちょっとっていうか、もう体概悪いですから、はい。えー、いいものではありません。少なくともね。そういったものがちょっと検出されているっていうね、えー、そういった、あのー、ね、 え、ものなので、はい。なので、ちょっと皆さんね、えー、よく確認されてください。はい。えー、まあ、あ,あの、なんていうのかな。あ、きちんとね、写真で載ってるんで、えー、わかります。中にね、あこれ、あこう、あの、見たことあるなっていうのも何種類か私ありました。はい。まあ、そういうことですね。はい。えー、なので、皆さん、あの、お買い物には注意してください。 はい。よろしくお願いいたします。こちらのページもね、ぴったんこって、こちら概要欄に貼れそうなんで、概要欄に貼っときますんでねえ。どうぞよろしくお願いいたします。はい。沖縄おばばでした。